はい、どうもサカツク実況動画やっていきたいと思います。はい、前回そうですね、前回は個人練習とか全体練習とかやってきたんですけど、今日は試合をやっていきたいと思います。はい、これが試合画面ですね。あと相手さん、サントス SC って練習試合やっていきます。さあ受けたらネイマールです。ネイマール呼ばないし、ネイマールということでやっていきたいと思います。先発は一応こんな感じです。小笠原、柴崎、まあまあ、その面積的には強そうには見えますよ。はい、じゃあやっていきたいと思います。今日は試合を実況して実況はしないんですけど、まあ見ていこうかなと思います。全世界のサッカーを愛する皆さん、こんばんは。スタジアムの盛り上がりが夜の静寂を打ち破ります。ブラジルか。さあ今日の試合どういった展開になるんでしょうか。でかっ。鹿島アントラーズ対サントス SC、はい、フレンドリーマッチの実況や続かでお送りします。昨日ちょっと面白い話聞いたんですけど、ちょっと飲みの話をちょっと聞いてみてください。飲みって人間サイズぐらいの飲みがいると、その東京タワーを超えれるらしいんですよ。飲みってやばくないですか。で飲みってすごいなってその時は思いましたね。っていう飲みの話。さあチャンスになりました。6番、これはカットします。どう持っていきますか。絶対強いですよね、ネイマール。サントス SC。ネイマール。来た、ネイマール。ネイマール。ネイマール。ドリブルで突き進む。このボールを左に。おー、打っちゃいましたね。ファール。ファール。では、リプレイを見てみましょう。柴崎、危険なプレーです。フリーキックで試合再開です。さてどうだ。19番、うわやられた。強いね、やっぱり。エクセレントゴール。勝てませんね、やっぱり。キックオフで再び試合が始まります。今日さっき仕事し終わって帰ってきて、ちょっと動画撮ってるんですけど、今日めちゃくちゃ面白いあのお客さんが来て、どうやら肉まんを頼みたかったらしくて、もうめちゃくちゃ面白いですよ。なんて注文しようか、真似しますので、肉まん、肉まんって言うんですよ。伝わらないかな。デュクモンとか言うんですよ。何言ってるか全然わかんなくて、はって聞き直しても、なんかそのデュクモンって言うんですよ。もうちょっと待てのわからないお客さん多すぎてですね、やばいっすって言ってる間にも2点目入ってくるっていう。強いね。フィニッシュまで持っていきましたね。強いっすね、やっぱ。サントス SC。まあ、真面目です。まあ、もないですからね。まあ、これはまあ余裕でいつか超えるでしょう。ミシン、ドリブルです。サントス SC は超えるでしょう。これは上。それではもう一度見てみましょう。アンドレ、東京っていろんな人いますよね。今日も新宿歩いてたんですけど、なんかもう、え、こいつ役中じゃねみたいな人いました。キーワードよね。本当にヤバかったですよね、女性の方で。もうメモがヤバかったっすね。今の大変でしょ、完全に。これはイエローカードです。すみません、申し訳ないです。今のプレーをもう一度、中田。これはちょっと危険なプレー。さあ、フリーキックです。どうなんですかね。あっと
あんまりみんなやってないからね。みんなやってないから動画撮ってる。これを決められなかったのは悔しい。大きくて試合再開です。ヤキさんって方がいつもいらっしゃるんですけど、そのまま後半行きますね。でその方、ちょっと YouTube 動画上げられてる方で、いつもパワープロ実況動画とか、白猫、結構携帯のアプリの動画上げられてるんですけど、で僕いつも、アディオスって言葉を使ってて、そこもまあ、真似してるんですよ。で、まあ、なんですかね、アディオスを、今度僕はアディダスにしようかな。大丈夫かアディダスモザイクの大丈夫ですか。ピーでなくていいですか。大丈夫ですか。でやっていこうと思います。スパツクって基本何も操作することもあるんですけど、こうやってお、来た。どうでしょうこれ。うーわーパスじゃん。いや素晴らしい反応。パスじゃん。キーパーにパスじゃん。大きく蹴り出します。でもまあなかなかいい試合をしてるんじゃないですかね。アンデルセン、ボールを回します。ナタル、左にパスを出します。今、左にパスを出します。今2対0、僕的には6-0ぐらいで負けるイメージだったんですよ。パスを繋いでいきます。ナタル、ここからどうする？右へのロングボール。来たね、マル。うまい。さあ、サイドからいきます。うまいっすね、やっぱり。19番。いや、今のトラップすごいね。このシュートは外れました。今のプレイをもう一度。19番プレッシャーに。何なんですかね、これ登録されてないんですかね。19番名前がね、登録されてないのかな。で再開です。感じですよね。まあでも遠藤とか小笠原中心にこうゲーム作れてはないですけど、まあ、シュートも打ててるんで、まあ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  J リーグで戦っていけるんじゃないですかね。ネイマール下がりました。遠藤34分。さあここからいい形で作っていきたい。みんな面白い話ばっかしますね。ゴミの話なんて面白いですよ。ゴミの話っても結構あのインターネットとか調べれば出ますよ。ゴミの話、東京タワージャンプキーやばいっすよ。ディフェンダーが体を寄せてシュートコースを塞ぎました。ボールを入れます。サントス、危ないところを防ぎます。パスを送ります。ボールを回します。ディフェンダーがうまく取りました。犬の声が入ってたらごめんなさいです。犬立ってるんですよ。まあ YouTube も捨てるんですけど、ボールをここでホイッスルです。あ、終わりました。負けました。まあこんな感じですね。やっぱり勝てはしないんで、まあ支配率も 55% とやっぱりね、サントス FC がやっぱり上回って、まあそうですね、シュート数もまあ、全体的に見ると、まあ、まだまだのチームなのかなと思います。はい、今日はこの辺でアディオスしたいかなと思います。まあ、次は、そうですね、リーグ戦とか、いろいろ動画撮っていきたいと思いますので、よろしければご覧ください。はい、今日もありがとうございました。それでは、アディオス。